赤い牙は、柴田雅宏の長編漫画シリーズ。各、シリーズごとに、赤い牙の後に個別にタイトルが付き、総じて赤い牙シリーズと呼ばれている。古代超人類の血を引く、超能力少女、小松崎蘭と悪の秘密結社、タロンの戦いを描いた SF 大作。長期にわたった、連載の中で掲載紙が変わっており、初期から中期は、集英者、 別冊マーガレット、デラックスマーガレット氏に掲載。後期は、白戦車、花と、夢市場で、ブルーゾネットなどが発表された。生後5年にわたり狼に育てられ、古代超人類の遺伝子を持った小松崎蘭の孤独な戦いの始まり。赤い牙、狼少女蘭狼に育てられたことを隠し、普通の高校生として生活していた蘭。ところが、学校に、 よりきサイコという生物教師が赴任してきたことによって平穏な生活は終わりを告げる。サイコは蘭の出生の秘密を知っており、さらに彼女の父が蘭の養父である小松崎隆と仲間だったというのだ。かつて小松崎隆とサイコの父は古代世界に存在した超越した精神力を持った超人類の一族の遺伝子を現在に復活させる研究をしており、 乱こそがその成果だったのだが、小松崎隆氏は、人の命をもてあそぶ研究に、両親の過酌を受けて、組織を裏切り、乱を死んだものとし、かくまっていたのだ。サエコは、自らが作り上げた高い知能を持った犬パスカルに野犬を操らせ、人々を襲い、ついには、乱の養父を殺害。殺人の汚名を着せられ、追い詰められた乱は、 サエコに殺された洋服の敵を撃つために立ち向かう。赤い牙、2、鳥たちの午後乱の敵となる悪の巨大組織、タロン、ンの恋人である、バードこと、鳥海周一、そしてンからの輸血によって、超能力者として生まれ変わることになる少年、渡るなど、後のシリーズまでの鍵となる人物、組織が登場する。全寮制の名門、星寮学園。ランはここで、 食堂のまかないふとして密かに生活していた。ロックバンド、もんな仕組みを結成している、不良の取り替え修一と、ひそやかに交友するラン。しかし、美貌の転校生のハンナミューランの登場で、その平穏な日々は打ち砕かれる。小松崎隆の、かつてのスポンサー、秘密組織、タロンは超能力を利用した、世界支配を目論んでおり、彼の研究成果であるランを奪還しようとしていた。 ハンナはタロンがランを借り出すために送り込んだエスパーなのであった。一方のバードは孤児であり、同じ境遇である初等部の少年ワタルに懐かれていた。それを見抜いたハンナは ESP でワタルを操り、車を暴走させて、ランの命を狙うが失敗し、ワタルは重傷を負う。その時、ランの血を輸血したことで、ワタルにも ESP 能力が生まれることとなるが、 その力を制御できなかった渡るは、いつも侮辱してくる旧友を殺してしまう。渡るの身柄と引き換えに、タロンに降ることをランに要求するハンナ。ランと渡るを助けに突入したバードも撃たれて、重傷を負い、ついにランは ESP を発動。ハンナとタロンのメンバーを、怒りの炎が焼き尽くすのであった。バードは、ランに、渡るを託して死に、ランは渡るを連れ、当てどない旅に出る。 赤い牙、スリー、さよなら雪兎後に、ランの仲間になる、ロシア人のエスパー・イワンが登場。雪国での外国人への偏見と誤解をタロンに付け込まれ、粉々にされた秘伝を描いた作品。タロンに追われ、長野県の奥地に追い詰められたランと渡る。ヘリから銃撃を受けたランは ESP で撃退するが、自らも重傷を追い倒れる。 目覚めた彼女は亡命ロシア人の青年、イワンの隠れ家にかくまわれていた。彼と恋人の西脇雅子は密かに交際しているが、よそ者のイワンを見る村人たちの目は冷たく、村の実力者である雅子の父は彼らの交際を、心よく思ってはいなかった。乱を追うタロンの手はこの村にも伸び、村人の心を操って、イワンたちへの憎しみを増幅し、 乱と、イワンたちを襲わせる。反撃し村人を殺してしまった彼らは、逃亡を余儀なくされるが、しかしそれは、タロンの狡猾な罠であり、イワンとマサコを人質に取ったタロンは、乱に組織へ降ることを強要、乱は心ならずも従う。それを知ったイワンは封印していた、ESP 能力で乱を救出する。だが、その直後に現れた村人の銃撃を受け、とっさに、 イワンをかばおうとしたマッサコは、赤い牙、ホー、タロン、闇に舞うたかタロンのエスパー部門のボッサグが登場。バードがサイボーグとなって、再登場。サイボーグとエスパーの結ばれぬ恋を描く。遠隔操作で他人に憑依して攻撃する、エスパー民が肉戦する。タロンの手から逃れ、伊豆の孤児院、聖バランタインホームに身を寄せていたランと渡る。そこに、 死んだはずのバードが現れる。狂気するラン。しかし、バードは一切の記憶を失っていたのだ。そしてそこにも、タロンの手が伸びる。バードは、タロンの手によって、サイボーグに改造され、エスパーである、民画に操られ、手引きしていたのだ。孤児院の子供たちとランを誘拐したタロンは、子供たちの命と引き換えにランに服従を要求する。やむを得ず要求を飲むラン。 タロンは、ランの血液を仲間に輸血する人体実験を行う。しかし、ランの中に潜む赤い牙にその男は操られ、ランの逃亡を手助けすることになる。脱出を図るラン。ながそこは、会場の秘密基地であった。ランの魂の呼びかけにより、自我を取り戻したバードは、我が身を引き換えに、ランたちを逃がし、基地を爆破する。そしてまたランたちは、 当てどなくさまようことになる。約3年間のブランクを経て、白戦車花と夢死にてシリーズ再開。前シリーズまではタロンに対して受け身であったランが、今シリーズでは小説家、桐生ひとしなどの支援者たちを得ることで、積極的にタロンへの対決姿勢を示している。赤い牙、V、コンクリートパニック、初出下と夢1981年1から2号重要キャラと、 なる小説家、気流人氏が初登場。自然保護をテーマに、安住コンセルンとの戦いが描かれる。気流は別作品、盗まれたハネムーンにも登場。秩父にあるアズミ、安住セメントの工場が、謎の少女が率いる野犬の集団に破壊される。その事件を追っていた、小説家の気流人氏は、重傷を負って病院に入院していた乱を見出す。同じ病院で、 植物人間として入院していた青年、いつみしゅげるの妹の稽古に出会ったキリュ流は、あずみセメントの社長父子の陰謀を知る。彼らは、セメントの強引な採掘に反対していた、いつみ兄弟の両親を殺害し、兄も重傷を負わされていたのだ。そして、あずみグループの工場を襲っていたのは、潜在的なエスパーである、いつみしゅげるのサイコキネシスト、 安住セメントに住みを奪われた狼たちの霊魂が一体化した亡霊だったのだ。安住グループに所属するエース,スパー、浅野の力でそれを知った、安住父子は、稽古を誘拐し、シュゲルの肉体のありかを聞き出そうと激しい拷問を加える。しかし、稽古は口を割らず、絶命、最後に残った狼の一匹も射殺される。怒りに燃える乱の中の赤い牙が炸裂。 アズミコンセルン本社のあるギャラクシータワービルを破壊する。赤い牙シックス鳩の旋律、大緑学園を舞台に、後の重要ファクターとなるプロジェクトダブの概要が明かされる。後に計画阻止の鍵を握るなる、町の灰原姉妹やランの仲間である応援団、新選組が登場する。横浜の私立、大緑学院。ランはそこで図書館主所として働いていた。 それは、知人の党と日報記者が、大緑学院で、タロンの手で密かに行われている、鳩計画を追って、謎の死を遂げたことを不審に思った、桐流人氏が、乱に依頼した、情報収集だった。学院では、生徒会長の三吉と副会長の不和が異様な、カリスマ性で、生徒たちを先導し、応援団、新選組を、不良集団として排除しようとしていた。 彼らこそタロンが送り込んだ、ハトだったのだ。フワたちは生徒を操り、少年院帰りの新選組の団長、セリザワを殺害する。新選組のメンバーは制服に血をつけて帰ってきた、ナルを犯人と疑い吊るし上げるが、ランの説得を聞き入れ大緑でのハト計画の阻止を決意する。ランは英語教室に潜入し、生徒たちが、 ヒアリングテープで洗脳されていることを突き止めるが、タロンのメンバーである英語教師の師匠の手に落ち、そこでハト計画の全貌を知らされる。ハト計画とは、優秀な若者を選抜したロンの理想教育を施した上で社会のエリート階級に着かせ、世界を支配する計画だったのだ。ランは洗脳されそうになったところを危うく新選組に救出される。 彼らは自分たちを理解してくれたランを仲間と認めたのだ。ランたちは、ミヨシたちの陰謀の真相を一般生徒たちに呼びかける。次第に、生徒たちは彼らの言葉に耳を傾け始め、危機感を持ったミヨシたちは、ナルを誘拐することで、ランたちをおびき出し始末しようとする。しかしその現場を警察に抑えられ逮捕されるミヨシと、フは、そこに、市場が現れ、 雪は降るのメロディーを聞かせると二人は倒れ死亡する。鳩の脳には一定のメロディーに反応して死に、いたらしめる特殊な装置が埋め込まれており、雪は降るは任務に失敗した鳩を粛清する鳩の旋律だったのだ。二人を消し逃亡しようとする史上、しかし、乱の赤い牙が目覚め、史上を倒す。お、緑の鳩は消えたが、乱はまた仲間から離れさせらうこととなるのだ。 赤い牙、セブン、ブルーソネット舞台は1981年、ランは20歳になっている。もう一人の主人公とも言えるエスパーサイボーグソネットが登場し、バード、渡る、イワンといったこれまでのシリーズの登場人物たちも活躍する。5年余りにわたるシリーズ初の長期連載だが、登場人物の服装などから1981年春から、 初等にかけてのわずか数ヶ月間の物語であろう。赤い牙、A と32シャッフル、ブルーゾネットが OVA 化された際に花と夢に掲載された作品、タロンとの最終決戦より数年後の1989年。主人公、ランのかつての恋人を思わせるベーシストが、自らの神がかり的な演奏と彼を利用しようとする、故郷の街の歪んだ陰謀のために全てを、 奪われてしまう物語。連載中はうまく使えなかった欄の超能力も上手に使いこなしている。和田真二長、超少女アスカの主人公と共闘する話で和田真二との合作。こと、鎌倉を舞台に超能力を吸収する力を使って神になろうとする少年との戦いを描いている。単行本は、花と夢コミックス、ブルーゾネット三巻、後 MF コミックス、 長少女アスカ3巻に収録。乱の儀定渡るの善良性の中学校の学生生活を少々コメディタッチで描いた作品。委員の岡田さんは本編にも登場する。ソネットをサイボーグ化したタロンの科学者メレケス。第二次大戦中、若きメレケスの秘伝が描かれている。メレケスが、はじめから、非道な科学者ではなかったのだと思わせる内容。 愛蔵版への書き下ろし。ソネットとメレケスが、ランの務めるドーナツショップに ESP ドーナツを買いに来るコメディ作品。本編ではシリアスな登場人物たちが明るくはち切れている。秋田書店が行ったブラックジャックのリメイク企画でランとブラックジャックが共演する。ブラックジャックアライブ2巻に収録されている。赤い牙ブルーソネットのタイトルで、 1989年から1990年に OVA の形でアニメ化されているが、作者曰くあまりにも出来が悪く話題にならなかったとのこと。前後は制作はウォーカーズカンパニーだったが、4話発売後に同社が倒産。5話の発売が寄付されたが同社から発売されている。LD 版は後に東芝 EMI より発売された。 これらの CD は2005年に日本コロンビアからアミマックス1 2 0 0シリーズの一部として再発売されている。ありがとうございます。